いつも手や足が冷たい、寒さに弱くなってしまっている、太りやすいのに痩せにくい、そんな方は実は冷え症になっている場合が多いんです。昔の人と比べて現代の方は体温が1度から 0.5 度低いと言われてます。体温が1度下がってしまうと免疫力が 30%、 基礎代謝に関しては 12% も下がってしまうんです。仮に基礎代謝が1日1000カロリーとしましょう。1日100カロリーも消費できなくなってしまうんです。今回の運動をやっていくことで基礎代謝が上がればですね、1日1度体温を上げることができれば、何もしなくても1ヶ月で 0.5 キロ痩せることが可能になってくるんです。基礎代謝っていうのはとても大切です。今回は3つの温活運動を紹介していくんですが、中でも代表的な一つとしてかかと落としがあります。このかかと落としに関してはどこでもできますので、一緒にやっていきながら覚えて体を冷やさないようにしていきましょう。まずは足の冷えに関しては、足指の筋力の低下というのが原因にあります。そこで今回は足指もぐもぐをやっていきます。通常このまま指を動かしてもいいんですけども、足指の筋力をさらに上げた方が足先が冷えなくなってきますので、今回は手の甲を土踏まずにセットします。親指は普通に上に回します。一つずつの指に手の指を合わしていきます。これで足指をグーパーグーパーってするだけです。足の指一個ずつに指を合わせていきます。土踏まずに手の甲30秒動かしていきましょう。スタート。普通にスマートフォンは見ながらでもいいですし、下に置いてもいいです。グーパグーパって感じです。こういう感じで動かしていきましょう。しっかりねグーってやってください。グーギュー、ここのね足の上の骨がポコポコっと出る感じで、しっかりグーパーグーパーです。これだけでね、だいぶ温まってきます。はい、反対も同じです。手の甲を合わせて、指一個ずつに手の指合わせてグーパーしていきましょう。グーパーグーパー、どうですか？さっきやった方の足少し温まってないですか？これがね、普通に手を添えずにやってしまうとあんまりね温まらないんです。やっぱりちょっと負荷がある方がグーって力が入るんで、しっかりね末端の血管までね血流が良くなるんです。グーパーグーパーですね。はい、 OK です。はい、次はかかと落としをやっていきます。ふくらはぎの筋肉を使うことによって全身が血流が良くなって温まります。ふくらはぎの筋肉を使うことが減ってくると体がやはり冷えやすくなります。なので今回はふくらはぎを使っていくんですが、足を揃えてかかとを上げて、かかとをストンと落とします。かかとを上げてストンストンっていう感じです。もしあまりどんどんできないよって方はですね、片足ずつでもいいです。こういう感じでふくらはぎを使っていきましょう。いきます。両足でできる方は両足です。しっかり高く体を上げてストーンと力を抜きます。ストーンストーンっていう感じです。バタバタできない方は1個ずつです。しっかりかかと上げて落とす、かかと上げて落とすっていう感じです。これでね全身ポカポカになってきます。冷えにくい足になってきます。はい、 OK です。最後は体の熱を作りやすくするために太ももの筋肉を少しだけ使いましょう。太ももの筋肉というのは大きい筋肉なので、ここを日常的に使うだけで体が断然冷えにくくなります。今回はふくらはぎも同時に使います。足は肩幅に広げます。スマートフォン持ったままでいいです。しゃがんだら上に伸びる感じで上がります。スキーのジャンプをイメージする感じです。しゃがんだら上がります。かかとを上げながらしゃがむ飛ぶしゃがむ飛ぶっていう感じで30秒やっていきましょう。いきます。こういう感じです。しゃがむ伸びるしゃがむ伸びる
こういう感じですね。これでね、しっかり体が温まってきます。あと少しです。ぴょーん、飛び上がります。ぴょーん、ふう、飛び上がって、はい、 OK。 簡単な3種目でしたけども、今足が温まってないですか？私はすごく温まってます。多分皆さんも温まってるんではないでしょうか。やはり体が冷える日、冷えない日あると思うんですけども、体があったかい日もやっぱりやってください。あったかい日のその日にやらなければ、次の日冷えたりします。できれば毎日たったのね、1分半ぐらいです。体が冷えてしまうと、やはりすごくストレスを感じたりしやすくもなってきますし、基礎代謝が下がることによって同じことをやっていても痩せやすくなってきますので、基礎代謝というのをすごく味方につけてですね、体が冷えないようにするだけで昔よりも 12% も基礎代謝が上がるんですから、必ずやっていきましょう。体を冷やさない温活、ためになったよ、温まったよって方はですね、グッドボタンとコメント、そして SNS でシェアもしてください。 Twitter や Instagram 説明欄にリンク貼ってますので、フォローしてもらって、いろいろコメント、情報交換したいと思ってますんで、お気軽にメッセージください。今回もご視聴ありがとうございました。